西洋カジカエデの派西洋カジカエデの翼か、西洋カジカエデ、しかもあまたは、しかもアカエデは、カエデの一種で、中央ヨーロッパと南西アジアに自生している。フランスから、東はウクライナ、南はスペイン北部の山、トルコ北部やコーカサスに生息していたが、他の場所でも栽培され帰化している。西洋カジカエデの早や樹皮が見かけ上。 鈴鹿家の貴族のプラタナスに似ていることから、古代ギリシャ語で偽を表す数度マイナスをつけて、プダプレイトネスと命名された。しかし、この二つの族は全く異なっている。カエデ族と鈴鹿家の貴族では、幼女が異なり、果実においても鈴鹿家の貴族は、球状の房をつけるが、カエデ族は二つで一組の翼かをつける。しかもあという英名は、本来は、 南西アジアに生息する一軸属の一種で、聖書において、ヘブライ語で、シクムース及びシクミムと呼ばれているフィークス、シカモリスの名前である。葉の見た目が似ていることから、この種の他に、プラタナスもこの名で呼ばれることがある。この木は、他にもホルスプレーンツリー、グレートメープル、スコティッシュメープル、モック、プレーン。 セルティックメープルという別名が歩く機械上部の目星用カジカエでは、成熟すると20から30メートルにも達する大きな落葉樹で幅広いドーム状の見た目をしている。若木では樹皮は滑らかで灰色だが年齢とともに荒くなり、鱗状に割れて薄茶色のピンクがかった樹皮を露出させる。葉は耐性で手のひら状に大きく壊されつしていて、 大きさは10から25センチメートル四方で5から15センチメートルの傭兵がある。皮のような質感で太い葉脈が裏面に隆起している。円はノコギリの葉のようになっていて表は濃い緑色で裏は白っぽい色をしている。いくつかの品種は紫や黄色がかった色の葉をつける。また、新菌の一種ライチズマエイスリガムによって引き起こされる。 黒い斑点がついているものもある。傭兵は赤みを帯びているものが多い。私有同種で黄緑色の花は春に咲き、10から20センチメートルで、振り子のような形をして、各茎に20から50の棒状の花が、相乗果樹で咲く。直径5から10ミリメートルの種子は、翼下で2つ一組になっていて、各種子は、落ちる時に風を捉えて回転する20から40ミリメートルの、 翼を持つ。この翼によって、親木からより遠くへ広がることができる。種子は受粉後、約6ヶ月の秋に熟する。成熟した木が倒れて、そこに日光が当たると、根からヒコバエが生える。いくつかの林死目の種は、西洋カジカエデの葉を食料とする。西洋カジカエデに古代からの名前がないことは、1487年頃に、 西洋カジカエデが現代される以前にその名前がなかったことを示しているが、フューアクロンというスコットランドゲール語でのこの木の古代からの名前があることは少なくともタルリアダ王国にゲール人が入植した頃からこの木がスコットランドに存在していたことを示唆しているとして反論意見がある。よって西洋カジカエデは自然気化植物もしくは人間の介入なしに スコットランドに達したとすれば、土着の植物として扱われるだろう。現在では、気化植物に分類されるのが一般的である。成熟した西洋果樹戒での樹皮、西洋果樹戒では、風、都市汚染、塩水噴霧、霊化に強いことで有名であり、そのために、ヨーロッパでは、都市や、冬に塩で処理された道路や、沿岸地域によく植えられている。 元々の生息域よりも北の地域、特にブリテン諸島とスカンディナビアのノルウェーのトロムソ、北はベステローデン諸島まで種子をつけることができる。アイスランドのレイキャビーク、フェロー諸島をトースハウンで栽培され、広く帰化している。ブリテン諸島では17世紀に導入され、今では島全体に生息している北米ではニューイングランド、ニューヨーク、 太平洋岸北西部に生息しており、幸いからの帰化によって生息域を広げている。また、南半球の温帯気候の地域にも植えられており、ニュージーランドやフォークランド諸島で最もよく植えられている。西洋果樹界では、ヨーロッパの多くの地域で中大規模な盆栽に使われることがあり、優れた標本を見ることができる。人気の品種ブリリアンティッサム,ムは、 鮮やかなサーモンピンクの若い葉をつけることで有名で、この品種はイギリスの王立園芸協会ガーデンメリット賞を受賞している。花は香りが良く繊細な風味で淡い色の蜜を豊富に作る。西洋果樹会では木材生産のためにも栽培される。その木材は白くて絹のような光沢を持ち耐久性が高い。楽器、家具、フローリングや より木細工に使用される。中でも、波状の木目を持つ木材は、装飾用のベニヤ板として、高値で取引される。重さは、立方メートルあたり630キログラムで、紅葉樹としては中程度である。古くから、バイオリンの裏板、ネック、スクロールに使われてきた伝統的な木材である。しばしば、ィップルドシカモアという名前で売られている。土に触れると腐敗するため、 主に屋内に用いられる。西洋火事会では、ビクトリアのヤラレンジをはじめとするオーストラリアの一部地域では、雑草として認識されており、マウント・マセドニア、デールズ・フォード、ダンデノング、タスマニアでは、ユーカリの森に帰化している。また、ニュージーランド、ノルウェー、そして、イギリスの環境に敏感な地域では、西洋火事会では、侵略的外来種としてみなされている。 アメリカ合衆国のオウム賞やニューヨーク州でも侵略的外来種として認識されているイギリスのクリスマスキャロル・ワッサル、ワッサル・オール、オーバー・ザ・タウンで、渦中に出てくるホワイト・メープルはシルバー・メープルではなく西洋カジカエでのことである。殉教者の木、イギリスのドーセット州トルパドルの西洋カジカエでは、英国の貿易組合運動の発祥の地とされている。1834年、 イギリスのテルパドル殉教者として知られている6人の農業労働者は、同セットのトルパドルにある西洋化自家エレの木の下で、初期の貿易組合を結成した。しかし、1797年反乱戦同胞に違反していることが分かり、オーストラリアに流刑となったが、一般市民の抗議によって、再び、イギリスに戻った。現在、その木は、道回り点九メートルで、 2005年の研究によって1680年生まれだと決定された。その木はナショナルトラストが管理しており、2002年と2014年に枝の刈り込みが行われている。太古の西洋家事会では以前はコーストフィンの村に植わっていた。その木の名前をもとに独特な黄色の葉を持つ足はエイサースドプラターナスコーストルフィネンシスと名付けられ、 世標に売れば15世紀に植えられた。その木は、スコットランド最大の西洋家事会でと言われ、1679年に、ジェームズ・フォレスター教殺害の現場となった。その木は1998年12月26日の嵐によって倒されたが、その後場所を移され、挿し木から成長し、現在は、コースト・フィンのカークの教会付属の庭に立っている。 ありがとうございます。